酒井。のお主ではかなわんな。巴を鬼とお思いですか。まあ誤りではあるまい。あやつに恐れはない。誉れを知らぬ生まれついての人殺しだ。覚えがあります。いや、お主にはわからん。おい、いずこへ。弓の修練場、猛虎が鍛えておるらしい。おそらく巴もおるはず。巴が恐れ知らずであれば良い味方になりましょう。恐れ知らずは獣と同じ。獣では弓を得得できません。忘れることだ。味方になりはせん。敵は撃つより味方に引き込むのが得策。それが猛虎の強みだ。いかにも。止めなければ。中山で捕虜が死んでおっただろう。あれは巴が殺めたものだ。初めてではなかろう。何か事情があるのやも。事情などあるものか。ここを登っていけ。先生は登れますか。どうした、もたもたするな。手を貸しますぞ。まずまずの出来だ。登る以外なかったのでは。いや、登れと言っただけだ。お主の鍛錬にな。いやだ、日本式のものもあるな。猛虎は離れた様子です。的の近くに足跡があるかもな。的などどこに。矢倉のそばだ。まずまずの出来。矢が落ちたところへ行け。ほら急げ。幾人の猛虎が稽古を積んだ。人の首を的に見立てたのか。先生、猛虎です。
生、ご加勢ください。どうしよう、うん、行くぞ。どうしよう、どうしよう、どうしよう、うん、なかなかの腕だ。存分に休めましたか。立ちさばきを観察していたのだ。猛虎がおるとご承知でしたね。まあな。伝えなかったわけは。あれ式の敵に敗れるようでは巴には歯が立たぬからな。これは戦だとお忘れですか。戦を解かれる筋合いはない。これからも腕試しは続けるぞ。道理で巴に襲われるわけです。はてさて、巴はどこへやら。探しましょう。ここに足跡が。10人かそれ以上。後を追え。巴を見つけてもたじろぐな。うかうかしておったら死ぬぞ。次こそ弓をお使いに。あやつがいればな。いなかったら。お主一人で十分ではないのか。無論です。よくぞ申した。に弓の稽古とは何の罪があるというのだ。Яхсарыг бидний хинэн чардгүй үйлээ. Энэ тэр самурай бололтой. Алнаа төрдийг. Ямар нэг юм харв уу? Юм алгаа. Тэр уцай. Ямар та. Ой! Өнөөг их чар та. Очиж бари. この中に島の女子はいたか。やはり島の者、命を下してました。どのような。先生がどうとか、
湯がどうとか聞こえたのはそれだけです。面目ない。下道に技を授けてしまったか。巴は猛虎を指揮していたそうです。日吉の湯の名も出したとか。よからぬことを始める気だ。酒井、お主の平日志村やわしの教えではないな。猛虎は比類なき強敵です。倒すことを優先したまで。武士は守り手ぞ。追い打ちは野党のすること。駒田を知らぬゆえ。見ずともわかるわ。地獄であったであろう。だが次の下道を育てる気はないぞ。いかにも下道は一人で十分。巴が日吉の湯を狙っておるなら備えなければならぬ。よいな。では道場で会おう。怪我をする前にやめておけ。お侍には見苦しいかもしれませんが、剣の腕を磨かねば、さらわれた娘を助けられません。どこに連れて行かれた。猛虎勢の
砲を下ろした戦船に。二隻あるな。兵も大勢乗っていよう。勝ち目はないぞ。小舟と太刀があります。あとは腕の立つお侍がいれば。助けよう。船に乗れ。ありがとうございます。兵の相手は任せろ。どうか娘のことを頼みます。待っておれ、すぐに戻る。넌 내게 뭐 했어?
내게 좀 확신다. 逃がしてやる。マキか。はい。父親が船で待っておる。ついてこい。こんなところまで来てくださるなんて。みんな死んでる。死んで当然だ。ええ。ですが、夢を見ているようで。浜に戻るぞ。承知しました。もう安全だぞ。何日も死ぬ思いだった。何日も待たせてすまない。二人とも休め。それからどこかにかくまってもらえ。仰せの通りに。そうします。ああ、分かったよ。これからどこへ行くの？お前は心配しなくていい。慎重に勝負。お侍、お頼みしたいことが。どうした？
私はしがないクス氏で野営の病人を治療したいのですが、いかんせん森の中で。森には賊や猛虎がうろついておるぞ。ですからお守りくだされ。よし、わかった。なれど病とは気がかりだ。打ち勝てるものなのか。病は戦うものではなく、寄り添い初めて治すものです。その話がまことならばすぐに立つぞ。広がる前に食い止めねば。感謝します。よく菰田から逃げ延びましたね。ユナという女子のおかげだ。俺を浜から運んだ上、手当てしてくれた。腕の良いクス氏のようで。あれほど勇ましき者は知らぬ。俺の命の恩人だ。我が母を思い出します。昔私は体が弱く丈夫になれたのは母が作った薬のおかげでした。それからクス氏を志そうと。おや、人がいるようですね。お主は下がっておれ。見てこよう。早く食い物をよこせ。そんなものはない。嘘だ。殺さないでくれ。腕試しといくぞ。時に遠出とは。村の者が残らず病にかかって二人で逃げ出したところです。病原は悪霊です。ご先祖様を怒らせました。我らは戦わずして猛虎に食料を渡したのです。奴らが去ると皆が病に。この地は呪われています。先を行けば宿がある。休むといい。今は外にいる方が危ない。家に戻り隠れていなさい。ありがとう。悪霊がついてこないといいのですが。いともたやすく人を斬るとは。斬らねば民が死んでおったぞ。賊といえどもまずは話し合うべきです。話し合うだと。それならばなぜ俺を頼った。お許しを。私は治すことしか知らぬに太刀は持てません。かけろ、ソロ。ちょっとクス氏さん、こっちに来ておくれ。慌ててどうした。何事だ。息子が毒を食べちまったようなんだよ。見せてくれ。野営を差し置くのか。手遅れになるぞ。すぐに済ませますので。仕方ない、俺も手を貸そう。感謝いたします。何を食った。食べ物なんて残っちゃいません。原因を探ってみよう。かたじけない。ただの湯だ。カゴは空だ。
藁の束。野生のキノコをかじった跡がこれだな。クス氏に知らせよう。いかがでしたか。キノコを食ったようだ。このバカ、なんてこと。空腹のあまり手を出したのだろう。水苔があれば解毒できるのですが。ここにおれ、俺が取ってこよう。苔は見つかりましたか。あったぞ。いいか、よく聞いてくれ。苔を砕き、水を少しだけ混ぜたらよく煮るんだ。それを飲ませてやれば明日の朝には良くなるはずだから。そろそろ野営に行かねば。ええ、息子の命の恩人です。あの女の息子は百姓と同じ症状でした。体が痛み、息切れが激しく。つまり百姓も毒を畑にまかれたということか。ええ、おそらくは。軽い毒なら苔で済みますが、念のため効能の強いハンゲを取りに行きましょう。池に生えているはずです。急ぐぞ。なぜ池のそばに。ここは丁重に頼んで去ってもらうとしようか。いえいえ、あなた様にお任せいたします。一番手は誰だ。さあ敵、アレクボルシチグリンヘフペン。
こちらです。ハンゲはあったか？ええ、おかげで十分に取れました。しかしあなた様は人斬りを楽しんでいるようにお見受けするのですが。全ては民を守るためだと太刀を抜くたび自分に言い聞かせておる。なるほど、失礼いたしました。病人のもとに行くぞ。いや、野営は目の前です。大変だ、妻が息をしていない。いつから伏せておる？もう子供がうちの畑に来てからです。何か食ったか？口にできるのは井戸の水しかありません。手遅れだ、すまない。私がもっと早く来ていれば。お主に咎はない。しかし道草を食わなければ死なせずに済んだはずです。そのおかげで救われた命もあるのだぞ。毒がゆえんであると分かることもなかった。ですが毒の出どころまでは。死んだ女が最後に口にしたのは井戸水だったな。そして病が広がったのは猛虎が去ってから。井戸に毒を仕込んだな。水とあれば病は瞬く間に広がります。治せるのか？ええ、ハンゲさえあれば。救ってやってくれ。そういたします。あなた様がいらしてよかった。
今欲しいものは強い酒とうまい飯と休息。おなごも。走れ、ソラ。どこも万兵だ、これじゃ勝ち目はねえ。でもなんとかせにゃ。お侍、アザモウラを取り返すためお力添えを。村の中の者が危うくなるぞ。猛虎は年寄りを痛めつけてるんです。ある捕虜が逃げた罰として。痛めつけて何になる。で、どこに捕らわれた。一人は神社、あとの二人は家の中に。いかにして入る。門は開かぬぞ。正門の近くに隙間が、子供が通れる大きさです。俺が忍び込もう。肩がつくまで隠れていろ。恩に来ます。
魚がなければお前の飯はない。俺たちの飯もない。食い物がいる。魚を取れ。Terin heftül dağya. Yamar nigim harbu. Futsat irç midin sırrım stepişi. Fulan içtek. Ятнут ханван! Тихчер барчина!
のターンバイ安口の方法でしょう。Остык бастык чын, сұрға төгетті, чын қар бол. Ачыз бәрі шын. まだ兵がおります。ありません。手当てしろと言われたのですが。断ったのだな。しばらくここに隠れておれ。どうか鍛冶屋もお助けください。どこかの家に囚われているはずです。断れば首を切り落とす。どこあるけ、ジン。縄を。待たせてしまったな。もう安全だ。タカという鍛冶屋のようにわしも殺されるかと思いました。タカは村から逃げた。安心しろ。しばらく身を隠せ。
猛虎の掟を受け入れれば大ハーンもお許しくださる。拒めば罰を下す。天にもつそう。ブリーチパス。いかにも猛虎の掟を受け入れねば村の者を皆殺しにすると脅され諦めるところでした。よくぞ耐え抜いたな。安全になるまで隠れていろ。猛虎の隊長に家を乗っ取られました。どうか奴も退治なさってください。俺を待ってる家族がいるんだ。今少しだけ辛抱してくれ。恩に来ます。ここで死ぬかと思いました。動けるな。安心するな、行け。新しい網を作れ。ベッドホルクウェイ、ヘッデン魚を取れば殺しはしない。ザガスベリ、ビッチャムサン。하루
が歩かなくなれば俺は蹴る。お前が動かなくなれば俺は蹴る。さあ働け。蹴られたいのか。侍か。よくも民を苦しめたな。もうこの掟に従えばこいつらは苦しまずに済む。愚かな嘘をつくな。死をもって償うがいい。その首俺が切り落としてやる。Yeah!
何かご入り用でしょうか。礼を言う。
坂井様、よろしいでしょうか。話があります。ああ、何事だ。ここではお話できません。こちらへ。兵衛と申します。この店の主。何か買ってもらいたいのか。いいえ、滅相もありません。ここでいいでしょう。誰にも聞かれません。何をか申してみよう。村の春尾がおかしなことをしているようで、日が沈むと村を出てそのまま夜明けまで戻ってこないのです。昨夜後をつけたら墓所の近くにあるあばら屋で野党と会っていました。野党だと。それは気になるな。あばら屋を見つけ企みを暴こう。よく話してくれた。とんでもございません。試しと行くぞ。アレクボチチ、ボルタントルネコシ。邪魔だ、ドルチニア。Shit.
て行こう。ソロ貴様ら、ハルオとやらはこ誰かの飯食ったばかりだ。灰が多いな。幾度も火がつけられたようだ。晒しぬのか。わずかに血が。おそらく朝手だな。これは確かに怪しいな。一度隠れて春尾や野党が戻ってくるのを待ってみるか。村からは無事に出られたか。ああ、だが猛虎兵を見かけた。俺たちを探してるんだ。急がなければな。で、何を持ってきた。神社の御神体。おお、そりゃいいな。猛虎に奪われなくてよかった。早く埋めようぜ。野党め、どこに運ぶつもりだ。誰が来ないかよく見ておけ。他の連中は隠れてる。何度か猛虎が小屋のそばを通ったが、今のところ誰も見つかってない。おい、聞こえたか。馬だ。猛虎、隠れろ。去ったな。行くぞ。ああ、運が良かった。この前タモンが見つかったんだ。騎兵が増えてきたな。あの侍のせいだ。どの氷でも奴を見つけようと躍起になった。いっそみんな殺してくれりゃな。もうすぐださっさと街道から離れようぜ。タモンはどうなったんだ。蟻塚の上で貼り付けにされたんだよ。死ぬまで悲鳴を上げてた。そりゃひでえ。それじゃ早く済ませよう。何をしておる。ご神体を埋めることになるとはな。猛虎に持っていかれるよりはマシだろう。野党ではないようだな。急げ。嫌な感じがする。
よし、これで安全だ。お主ら、そこを動くな。まずい、つけられてたんだ。あれ、例の侍だぞ。あなた様でよかった。野党からさような言葉を聞くとはな。それは誤解です。アザマウラから猛虎を追い払われたそうですが、奴らが戻ってこないとも限りません。だから神社の貴重なものを隠しているのです。奪われぬよう。コウタロ、聞け、大変だ。どうした、みんな置いてきたのか。小屋が見つかったんだ。みんな捕まったのか。殺されるぞ。敵は何人だ。数え切れないほどです。戦える者は。俺と騎兵が。ついてこい。他の二人は小屋の仲間を守れ。武具は。手近なものを使え。猛虎だ。四方から来るぞ。かかれ。どうしよう。誰か深手のやつは。いや、お前らのおかげでな。俺たちじゃない、酒井様のおかげだよ。この者らは。猛虎から逃げてきた者や家を失った者です。守っておったのか。そのつもりです。後で盗むため宝を隠したのではないのか。違います。金が欲しいのではなく、猛虎が去った後のことを考え人助けをしたいのです。ならばアザモウラに連れて行こう。あそこなら安全だ。もう気が済んだろう。止まれ、野党どもが何の用だ。村には入れんぞ。俺の連れだ。野党であろうとも、かくまってやってくれ。ですが、信用できません。こやつらは猛虎と戦った。守りの役に立とう。そうおっしゃるなら門を開けろ。こいつらを通してやれ。酒井様、お礼の言いようもありません。仲間を守ったように村を守れ。約束します。猛虎が去った後、
宝の在りかを皆に知らせるのだぞ。もちろんです。信じてくださりありがとうございます。変わったことはないか。あ、まずはお茶でもいかがでしょう。茶？アザモの菊は良い酒を作ると聞いたが。まあまあ、こちらへ。失礼を。外では本心を言えなくて、猛虎に聞かれると思うと。ここにも猛虎が。おかげで樽はすっからかん。味はわかるようだな。お主の酒は島の誉れだ。奴らの酒なんて馬の小便ですから。馬の乳と聞いたが。それが酒だなんて。奴らはいつ戻る。じきに。俺に任せろ。お主は隠れておれ。集中する場所を探さねば。みんな集まりな。蔵の裏に隠れるんだ。顔出すんじゃないよ。ここにいるお侍さんが猛虎と話をつけてくれる。Holy Hamtad! Yavetskai! Tadawan! We durbun durin terik husum jilsen! Adakte ki! Garad ir! Chiharwo! You wait! まだ来るか。
でございます。じきに仲間を探しに猛虎が来るぞ。お守りください。酒ならいくらでもお出しします。お代も取りませんので。ひとまず逃れた方がいい。有明の小金寺へ行け。かくまってくれるはずだ。かしこまりました。あなたもご加勢なさるのですか。何のことだ。猛虎に抗うため朝物氷に人が集まっているそうです。さような勇ましい民がおるとは心強い。だが少し気がかりだ。様子を見てこよう。信じるかどうか聞いてるんだ。誰かがお待ちで王子を殺した。きっと侍の亡霊の仕業だ。怨霊が地震や火事を起こしてんだから、あり得るよ。その侍が化け物だったら俺たちも襲われるかも。味方につけておく。鎧を仕立て直しましょうか。
猛虎の刃は通しません。助かった。あなた様のお役に立ててよかった。もしあなたもアザモ勢のご加勢に